これより第2クォーターに入ります。攻守方向変わりまして、今度は京都教育大学、画面向かって左から右に攻める形になります。ボールオンは相手陣28ヤードからサードダウン残り3ヤード。失礼しました。チェーンの設定位置が変わりました。サードダウン残り今誤りがあるようです。少々お待ちください。チェーンのセット位置定まりました。サードダウン12で試合再開です。京都教育大学ファースター、このトラブルの中、キャリア0番見事に中央突破し攻撃権更新としました。京都教育大学ファースター、見事なランプレーを続けております京都教育大学0番は竹村、素晴らしいランプレーを見せています。さあ京都教育大学ファーストアンドゴールに入ります。さあその竹村に託しました。しかしこれは合同チーム68番が見事に対応しまして、このランプレーゲインなしとしています。合同チームの68番は山田、京都先端科学大学のプレーヤーです。京都教育大学、相手陣11ヤードからセカンドダウン2ゴール。さあ竹村、中央への突破を図ります。大きく前進、一気に相手陣1ヤードのところまで攻めました。キャリア0番竹村、見事なランプレーを続けています。しかしゴール前1ヤードで止まりました。京都教育大学サードダウンの状況に変わります。さあサードダウン残り1ヤードのシチュエーションどうなるでしょうか。パス不成功、ここで1点パスプレーに転じました。ターゲットを17番、しかしこのパスはわずかに高く、パス不成功によりフォースダウンと変わります。京都教育大学フォースダウン2ゴール、残り1ヤード。さあ決めることできるでしょうか。合同チーム防げるでしょうか。ここでホイッスル。
ここでチームタイムアウトが取られました。このチームタイムアウトがどちらかが審判からのアナウンスを待っておきたいと思います。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。残念ながら審判団によるアナウンスはありません。いずれかのチームがこのタイムアウトを取った模様だと思います。試合再開です。京都教育大フォースダウン2ゴール。さあ中央突破を図るが、これはゴールドチームナイスです。キャリア11番に京都教育大学託し、中央突破を図りましたが、これをゴールドチームが見事に粘り、この4回目の攻撃失敗としました。4回目の攻撃失敗により攻守交代です。ターンオーバー。これにより合同チームの攻撃に変わります。合同チーム自陣1ヤードですが、ファーストダウン15。さあランプレーによる突破を図りましたが、しかしこのランプレー、京都教育大ディフェンス集まりよく原因1ヤードに抑えられています。アメリカンフットボールは前進を原因、後退をロスと表現します。合同チーム自陣2ヤードからセカンドダウン14。さあここであえてダブルトスというプレーを展開しました。託されましたのはキャリア6番、左オープン突破を図りましたが、しかしこれは突破に至らずノーゲインとなっています。サードダウンに変わります。合同チーム自陣2ヤードからサードダウン14。さあ右オープンへのランプレー、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を捕まえていたという反則です。ボールを持っているチームは相手選手を捕まえたり握ったりしてはいけません。ただ押すだけが求められます。この反則によりまして本来ならば10ヤードのバッタイ、しかし残り距離ありませんので残り距離の半分のバッタイとなりまして、サードダウンやり直しとなります。ここで審判団によるウォーターブレイクが入りました。ウォーターブレイク解けまして試合再開となります。合同チーム自陣1ヤードからサードダウン15となります。失礼しました。さらに罰則距離がありますのでサードダウン19となっています。さあこれを左オープンへのランプレーで突破を図ります。キャリアは6番、見事ディフェンスの裏を突き大きなゲインとしていますが、しかし攻撃権更新は至っておりません。フォースダウンに変わります。キ
ャリア6番は上本、京都先端科学大学のプレイヤーでした。合同チームフォースダウン5、パントフォーメーションを選択します。パントはキックによる攻撃放棄のプレーです。しかしキックにより陣地挽回を図れます。このパントは自陣脱することができず、合同チーム陣30ヤード付近で外へ出ました。この位置での攻守交代となります。京都教育大学、相手陣20ヤードの地点からのファーストダウン15に入ります。ボールオンは相手陣21ヤードに訂正いたします。パス不成功、失礼しました、画面乱れました。クォーターバック11番プレッシャー浴びながら57番にパスを投じましたが、パスは不成功に終わっています。6人制は11人制と違い、パスは全ての選手が取ることができます。京都教育大学自陣21ヤードからセカンドダウン15。今度はキャリア0番に託し、右左オープンへのランプレーを展開しようとしました。しかしこれを合同チーム67番が見事に対応し、このランプレー1ヤードロスとしています。68番は山田、京都先端科学大学のプレイヤーです。京都教育大学、相手陣22ヤードからサードダウン16。パス不成功、ここで京都教育大学パスプレーを投じましたが、しかしディフェンスカバーしておりパス不成功に終わっています。攻撃権1つ失いましてフォースダウンに入ります。ここで京都教育大学前半2回目のタイムアウトを取りました。現在画面上とフィールドの時計の誤りが、ずれが生じておりますが、画面に映っております時計の方は私の方が手操作しておりますので、フィールド上の時計とは異なります。したがって正確な時間が確認できませんので、目安としてご覧ください。京都教育大学前半2回目のタイムアウトを消費しました。相手陣22ヤードからフォースダウン16の状況に入ります。さあこのフォースダウンギャンブル決まるでしょうか。これは今日合同チームナイスディフェンス。京都教育大ここをランプレーにより突破を図りました。本日好調の0番竹村に託しましたが、こちらも好調な合同チーム68番の山田が見事に反応しまして、このプレー止めました。
4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。合同チームファーストダウン15。さあ前は空いている、タッチダウン。これ合同チームオプションプレー、クォーターバックが持つかランニングバックに託すかのいずれかを選択するプレーですが、ここでランニングバックにピッチ、これを受けました6番がそのまま右オープン独走、一気にエンドゾーンを落とし入れタッチダウンとしました。これにより合同チームに6点が入ります。ここで合同チーム前半1回目のタイムアウトを取りました。見事なタッチダウンを決めましたのは合同チーム6番上本、京都先端科学大学のプレイヤーです。合同チームトライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーに入ります。さあこれを中央へのパワープレーで挑む、しかしわずかにエンドゾーン届かず6点止まり。合同チーム合同チーム12点、京都教育大学8点、しかし逆転となりました。そして試合再開となります。合同チームのキックオフです。さあ再びオンサイドキック、しかしこのキックは外へ出ました。キックオフのボールは外へ出してはいけません。京都教育大学はこのボールが出たところから5ヤードさらに進んだ地点からの攻撃を選択する形にしました。この結果京都教育大学相手陣37ヤードからファーストダウン15。
パス不成功。クォーターバック11番ターゲット77番へのパスでしたが、このパスはパスはショートしており、パス不成功に終わっています。画面上時計は0秒になっておりますが、試合はそのまま残り時間消化まで続きます。ここでアナウンスありました。残り時間、試合時間前半残り10秒となっています。京都教育大学セカンドダウン15、ボールオンは相手陣37ヤード。パス不成功。クォーターバック11番、再び今度は71番へのパスです。パスでした。71番手にはかかりましたが、しかしパスはキャッチできず、パス不成功となっています。京都教育大学相手陣37ヤードからサードダウン15。ここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーでキャリア41番の突破にかけました。ゲインはしておりますが、しかしここで試合時間がなく、前半の試合時間がなくなりました。前半終了です。前半終えまして京都教育大学8点、合同チーム12点、合同チームが4点リードという形でハーフタイムに入ります。